イメラジオ第3551回、今日は令和4年3月12日土曜日です。時刻は午後8時、横浜港北、土曜の夜となりました。街明かりがキラキラ輝く1週間で一番心落ち着く時刻です。土曜の午後8時、いつもならオンラインの授業ある時間帯なんですけど、今日は振り替えで時間ができました。イメラジオの放送いたしましょう。さて、3551回目、今回はウクライナ危機、ナショナリズムとグローバリズムの戦いなのか、こんなタイトルでお話ししましょう。ウクライナ危機、ナショナリズムとグローバリズムの戦いなのか。ナショナリズムとグローバリズムについてはこの夢ラジオでこれまで何度か取り上げてきました。まあ、グローバリズムっていうのが国際協調、国際協調といえば聞こえがいいですが、国境がない、そして国単位でものを考えない、人も物もお金も自由に動くことが望ましい。一方、ナショナリズムは国境線は重要だ、民族性は重要だ、国単位でものを考えるべきである、こうですね。そしてロシアのプーチン大統領もロシアに君臨して20年ほどになる、この人こそ21世紀でナショナリズムを最も体現した人物である。これまでこう見られてきました。特に日本の保守のお方、ナショナリズムがいいと思ってらっしゃるお方には、プーチン大統領、そのナショナリズム、これが世界でも稀に見る政治である、そんなふうにも見えていたんじゃないでしょうか。確かにロシア、産業としては見るべきものなく、持っているものは軍事力だけ、そして世界に売っているのはもっぱら天然資源、その天然資源で国家財政を回しているという、まあ言ってしまえば情けない国になり果てています。テクノロジーをソ連時代軍事へと特化させた結果、その傾向から未だ抜け出せない。民生の産業ほとんど育たない。食料と天然資源を売って機械を買っている。まあ先進国とは呼べない発展途上国経済とはいえ、経済では立ち遅れていても、ロシアという国の国益を大事にし、まさしくロシアファースト、まあプーチンさんがロシアファーストというわけありませんが、でもやってることはロシアファースト。それはちょうどトランプ元大統領がアメリカファーストを唱えたのと同じく、ナショナリストの観点から見れば頼もしいリーダー。アメリカにトランプ、ロシアにプーチン。けれどそのプーチン大統領がウクライナに侵攻し、そして全世界から非難轟々、これが今起きていること。この点で考えれば、今ウクライナ危機というのはまさしくナショナリズムとグローバリズムの戦いであるようにも見えます。
ナショナリズムというのは、これまでの夢ラジオのさまざまな放送でもお話したように、やすやすと全体主義に組みする、そんな傾向を持ちます。そして全体主義と排外主義、これもコインの裏表みたいな関係にありますね。全体主義と排外主義。実際ロシアは今どう見ても自由な民主主義社会とは呼べない、ある種プーチンの独裁、ある種全体主義ですから、ナショナリズムにはこの全体主義排外主義を招きやすいという非常に危うい面がある。それはいつも心に留めておかねばなりません。ある意味誤解を恐れずに言えば、ナショナリズムの代表的な例がナチスドイツだったわけです。今振り返ってナチスドイツの12年間を良かったと思う人はいない。ナチスドイツが潰れてくれて良かった、そう思うことでしょう。そして戦後のもう80年ぐらい経つんですが、戦後のグローバリズム、そのグローバリズムはある意味そのナチスドイツのナショナリズム、この反省に立ったもの、そうは言えるでしょう。そして共産主義は近似値イコールでグローバリズムなわけですから、そのナショナリズムの反省に立った戦後人が、戦後の人々がある種共産主義にシンパシーを感じた、グローバリズムにシンパシーを感じた、特に知識人がそうだった。これは日本に限らない、世界的に知識人こそ戦後共産主義に走りやすかった、ソ連を崇拝しやすかった、中国も崇拝しやすかった、これは言えるでしょう。ナチスドイツのナショナリズムの繁栄からグローバリズム、戦後のグローバリズムは生まれた。ただしそのグローバリズム、これはさっきお話したように国の国境、国の境ですね、国境を重んじない、そして民族性も重視しない、できれば同じ単位で、ね、できれば同じ単位で世界中にその単位が広がることが望ましい、こんな考え方ですよ。グローバリズムの行き着く先はワンワールド、世界統一政府、これはこれで恐ろしいですよね。先ほどナショナリズムへの反省としてグローバリズムが戦後出てきた、もてはやされたとは言いましたが、その行き着く先が世界統一政府、あるいはワンワールド、これはこれでまたある種の恐ろしい全体主義ですから、取り得る道は一個しかない。ナショナリズム、これは大事にしながら、つまり民族性は大事にしながら、これは時間性と言い換えてもいいんですよ、時間性を大事にしながら、けれど国際協調をしていく、その意味でグローバリズムも取り入れる、こうですね。ナショナリズムの民族を大事にはしながらも、それは時間を大事にするということ、伝統を大事にするということです。だからもうグローバリズムの協調、これを取り入れていく、こうですね。ですからプーチン大統領がそのナショナリストとして存続していくためには、やはり国際協調をやらねばならなかった、ある程度は。けれど今回そのナショナリストの旗手、旗の担い手であるように見えたプーチン大統領が、国際協調とは真逆の軍事侵攻、この点に例えば日本の保守派は戸惑っているわけですね。あのプーチンさんがなぜと、この辺のことがわからないプーチンさんではあるまいのに。ウクライナ危機、これはナショナリズムとグローバリズムの戦いなのか、そうは呼びにくい
今回はそんな結論にしておきましょう。つまりナショナリズムとグローバリズムは実は十分折衷可能。それはさっきお話したように時間性を大事にしながらも、つまりそれは民族を重視しながらも国際協調をやる、これは全然できなくないことなのに、プーチンさんがそれをやらなかった。これはナショナリズムとグローバリズムの戦いというよりはむしろ単にロシアとウクライナの戦い、こんな風になってしまいますね。ナショナリズムはグローバリズムと戦わずとも、グローバリズムと考え方としては仲良くやっていける。ナショナリズムはグローバリズムと考え方としては仲良くやっていける。戦う必要はない。じゃあ今なんで戦っているのか、もうそれはナショナリストプーチンではなく独裁者プーチンと、こう言わざるを得ず、だからこそ今例えば日本の保守派の間でプーチンさんの株がどんどん下がっているわけですね。プーチンさんが何かものすごく先を見た深い考えでこのような進行をしているのか、それとも交換言われているような頭おかしくなってこんなことやっているのか、その見極めにはもう少し時間がかかりそうです。夢ラジオ第3551回、今回はウクライナ危機、ナショナリズムとグローバリズムの戦いなのか、お話ししました。土曜の夜です。